昨日、今で居眠りしちゃったせいか、なんだか体の節々が痛むな。じいさん、くさ。ほら、あんまり言うと本当にそうなるぞ。大丈夫なの？まあ、なんとか。気をつけてね。うん、ありがとう。じゃあ、いただきます。いただきます。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。
僕くん、お父さん来たわよ。いや、皆さんにはお世話になっちゃって。こら、お前ちゃんとお礼を言わなきゃダメだぞ。一月ぶりに見る父親はなぜかキラキラとした覇気があり、それはまるで人が変わったかのようだった。なんだかとてもお元気そうで、というか、どうしたんですか。いやー、なんつうか、二人目が生まれたし、ここでドーンと頑張ってみようかと一大決心なんですわ。お兄ちゃん、一体何を頑張るの。なんだろう。なんだかお兄ちゃんが幸せそうで嬉しいわ。そうか、でもそういう香るだって。ああ、お母さん、ずるいってば。どうしたんだい。今のところとりあえずだけど、私の愛すべき存在はお父さんってことになってるの。とりあえずか。娘を持った父親の悲しみ、ここに至れり尽くせり。あら、お父さんを恋人にするなら、ここに強力なライバルがいるのをお忘れなく。あら、そう。でも私だって負けないんだから。じゃあ、そろそろ。ねえ、おばちゃん。ん？何？最後のお願い。え？なんだろう。抱っこして。こらこら、ダメだってば。男の子は泣いちゃいけないよ。これおばちゃん家の決まりなんだからね。私はあの夏に起こった出来事をいつまでも決して忘れないだろう。この広い野原いっぱい、結局姉妹はその後二人とも都会に出て絵に描いたような結婚をして幸せな家庭を作った。今では
萌の家の長女が中学3年生で、そう、もうあの時の彼女と同じ年になっているのだ。しかし、じゃ、
そういえば、今日僕くんのお母さんの予定日なんだよ。